アナキンだ。お、食べてるね。いやどうしたんだい。ゴー、やったー、ナイスキック。ありがとう。ナイスキック、ナイスキック。うわー、びっくりだな。なんだよ、この前回からここのジャングルを探検しているが、幻の生き物はなかなか見つからないね。まあとにかくもうちょっと探検しよう。あ、そうだ、ちなみにみんな、この動画は後編だから、前編を見てない人は前編から見てね。よし、とにかく奥の方に進んでいこう。怪しい生き物が絶対いるはずだ。行こう行こう。おお、カニさん、滝があるよ、滝。これどうやって行くんだよ。あそこに石があるから、それを飛んでった。さすが飛行タイプ。よーし、そこに乗ったらいいんだね、カニちゃん。行きまーす。よいしょ。いきなりワニだね。あんなとこにワニがいたらカニちゃん行けないよ。どうしたらいいと思う？もう一回行ったら大丈夫だと思う。もう来ないかな。うん。わかったよ。よいしょ。ワニだね。うわー。うわー、助けてー。ワニが2匹もいる。さあ、ここでみんな謎謎です。ででん、ワニ足すワニはわかるかな。チュッ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 。正解はワシ。どうにかしないと。俺だって負けのキックができるかもしれない。いくぜ。沈む。さあ、近寄れないよ。どうしたらいいんですか。ワニに乗って。ワニに乗るのか。なるほど、橋になってね。おお、すごい。ワニがカルちゃんの言うこと聞いて、なんとワニ橋ができました。よし、今度こそこのワニ橋で。おお、いい感じ。よし、いい感じだ。やったー。よし、なんとかあのワニ橋を渡って。あ、お宝発見。どこに。これ。俺、お宝。俺、アナキナ。あ、それは階段がある。確かになんか怪しいな。とにかく上の方に行ってみよう。ちょっとこのツルが邪魔だな。よし、おわよいしょ。あー、髪の毛なくなってる。よし、なんとかこのツルはどかしといたから。早く行ってくれ、カニちゃん。なんか光ってる。おわー、ルビー発見。おっと、ルビー発見。やりましたね。よし、カニちゃん、うん、探検を続けよう。幻の生き物もいるかもしれないな、やっぱり。うん、探検を続けているが、なかなか謎の生き物に出会うことはないね。あ、ここがなんか光ってるよね。え、怪しい。うん、え、なんだそれ。何か怪しい場所がある。うん、でもちょっとアナキナ君が見てくれる。わかった。何か、まだちょっと違うよ、カニちゃん。ちょっと、おなら、ごめんごめん。ちょっとおならしてない。いや、さっきおなら、俺じゃないよ、俺じゃ、俺じゃない、渡したわけじゃない、渡してない。ちょっと待って待って待って、おならしてないって。じゃあ一体この音どこから聞こえてんだ。デデー。うわー、なんだこれ、なんてこった。伝説の生き物どころか、スライムが襲ってきた。なんかドレスみたいになってんよ。あー、助けてー。どこにいるかわかんない。ここだよ、ここ。カニちゃん、あー、すごい、効かない。あ、効かない、やっぱり効かない。カニちゃん、キックが効かない。うわー、助かったー。うわー、スライムを倒したら宝石になった。しかもなんだこのでかいの。これは、もしかして、カルちゃん、これが伝説の生き物だ、これは。これだよ、まさに。これを探していたんだよね。そうだよ、そうだよ、これだよ。よし、写真を撮ろう。あー。よーし、それじゃあ、この伝説の生き物と写真を撮ろう。もう、カルちゃん、完全にもう、なんか仲良くなってるし、すごいな、さすがだ。よし、じゃあ行くよ。はい、チーズ。はい、ポーズ。もう写真は撮れませんって。容量がいっぱい、アナキナ君の写真撮れなかった。
マジで待って、一個だけ消すからもう一回撮って。はい、はい、チーズ。じゃありがとう。はい、チーズはどうなるかと思ったよ、本当に。あ、バイバイ。中声だ。あ、帰ってった、帰ってった。伝説の生き物。超伝説なんだけど ね、あれ。でかいのにすごく優しい、いい生き物でした。助けてくれたし。それじゃあ、探検も無事に終わったし、帰ろうか。ほら、持って帰らないとよね。ああ、そうだね。よし、乗せたよって、もうなんかもういっぱいだな。欲張りだな、これ。じゃあ、行こうか、カルちゃん。だって、スライム倒したんだもん。まあね。よし。さあ、帰ろう。なんであのドクロまで持って帰るんだよ。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。はるちゃんの手を押すんじゃないよ。あ、そっちね。ここでみんなに質問です。今回はスライム出てきたけど、みんなはスライム遊び好きかな。コメント欄で教えてね。やっぱスライムだ。ちなみにこれおならスライムだよ。そうだね、ブリブリ言ってたね。チャンネル登録よろしくね。次はどっちの動画見ようかな。ぜひぜひ。ねえ、おならいっぱい。それじゃあまた次の動画で会おう。バイバイ。